そしてアクセスエンターテインメント平野浩史さんの登場です。グレンの花。交わした永遠の婚約束が夢散る花散る儚く消えて、募る思いが心に染みて、燃やし尽くせば良いのかと、罪というならグレンの炎を誰が消せるというのでしょうか。グレンの花です。気づかぬままにあなたに染まった涙色の恋、募る想い心に染みて、命焦がしたグレンの花よ。ありがとうございました。どうもありがとうございました。